怖がるな。何があろうと俺様はお前らを守るぜ。俺らの守るぞ。黙念黙想、常に静かで清らかであれ。神器のことは気にすることなかれ。ああ、これは三五宮様が虎の巻に書いた言葉なんだ。三五宮様はやましいところがないから恐れる必要はないと言ってた。三五宮様がここにいればよかったのに。彼女ならここで何が起こったのか。まさか本当に噂通り肝試し大会ではおかしなことが起こるものなのでしょうか。どうかお気をつけて。若はこの状況を予想していたはず。俺は若を信頼している。しかしお嬢もまだここにいる。念のため早くはっきりさせないとな。天へと舞う。風には不安が漂い、恐怖は蔓延する。これこそが肝試し大会のあるべき姿かもしれぬな。拙者にとっても珍しい体験でござる。遅い。ほんまに幽霊が混ざり込んだ？うちも探すわ。まだ幽霊にはそんな会ったことないね。しー、ここは雪がいつも隠れている場所。安全だ。一つ秘訣を教えてやる。目を塞げば怖いものは消える。ついてこいなんて言ってないよ。あの巫女は僕たちに三周目を完遂してほしいみたいだね。でも彼女は まさか幽霊に連れ去られたのか。次はまさかオイラだったりしないよな。お前と離れたくないよ。筆跡は乱雑だけど周りに抵抗した痕跡はない。確かに変だね。それにしても字が少し多いな。3試合で使った3つのものはそれぞれ3つの勢力によって選ばれたものだと僕は考える。資金を支援した商人は団子牛乳を選び、人手を提供したシャブ業は内輪を選んだ。そして羽子板は多分鳴神大社の人が選んだんだろうね。意味なんて今はいいんだよ。それよりオイラたち本当に肝試し大会の3週目に参加するのか。そりゃ噂の豪華ご神物にも興味はあるけど、オイラは安全の方が大事だと思うぞ。戦略的撤退っていうのはどうだ。僕はここに残るよ。依頼はまだ終わってないからね。未知は恐怖をもたらす。未知から真相を探すのが探偵の仕事ってこと。わかった。平蔵がそういうのを聞いたら確かにさっきよりは怖くなくなったぞ。うん、じゃあオイラたちも少し待ってみようぜ。もしかしたら巫女のお姉さんもたまたま用事があって離れただけでまたすぐ戻ってくるかもしれないしな。 Thank you.